米女子ツアー BMW 女子選手権3日目、12位から出た渋野日向子は1バーディー、6ボギーの77と崩れ、通算イーブンパーの52位に後退した。出だしの1番パー5こそバーディーだったが、3、4番は共に3パットでのボギー。7番パー3はティーショットを池に入れてしまい、3打ち目で寄せるもボギーという結果に。後半に入っても流れは変わらず、3つのボギーでスコアを落としていった。渋野日向子は、クラブ判断が合わない一日だった。流れが悪くて残念、と振り返った。初日に5アンダーをマークし、2日目は72で踏みとどまったが、3日目にして我慢が効かず、貯金を吐き出してしまった。このままの位置ならポイントランキングは、来季シード圏ギリギリの80位からほぼ変わらない。渋野日向子は残る18ホールに向けて、1個でも上に行けるように頑張りたい。高スコアで少しでもシード確定へ前進したいところだ。